ということでね、今回は僕がシラフといる時はまあこのルールね完全にぶっ壊れてるけど、ね、ベロベロになって思考シリーズやったりするんだけど、今回はね本当にガチなもんやります。ガチに作る思考のジャージャー麺。これ、ね、本当に美味しいジャージャー麺。僕の家の近くに100円餃子っていうお店があるんですけど、そこのジャージャー麺が僕の食べた中で世界一うまいなって思うジャージャー麺があるんですけども、そこのジャージャー麺に勝ちたい。僕ね5回ぐらい自分の家で試作したんですけど1回も再現できてなくて、で最近やってやっと再現できたんです。再現というかもうほぼ匹敵するぐらい美味しいジャージャー麺ができてましたので、こう本当に美味しいんでぜひやっていただきたいなと思って今回撮らせていただきます。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料紹介いきたいと思います。まず中華麺、普通の中華麺で大丈夫です。普通の中太麺、生麺使ってます。豚ひき肉、今回具をたっぷり食べたいので豚ひき肉 100g 結構あるんですけども使います。で、きゅうり、これ食感が重要なのできゅうり使ってください。これ1/2本。あと椎茸、これ食感と香り旨味を足していきます。この椎茸、生椎茸なんですけども2個 30g ぐらい使います。あとタケノコです。これはなんかチンジャオロースに使うような細切りのものでもいいんですけども、あとで細かくするんで、今回は水煮を切ったもの、これ 40g 使います。長ネギですね、だいたい30-25g ぐらいで、ね、6-7cm ぐらいの長ネギを使います。であとニンニク、生のニンニクを1かけ。あとだいたい調味料は紹介しないんですけども、今回これ甜麺醤、ごめんなさい、試行シリーズなんで特別な調味料使わせてください。今回はこれ甜麺醤じゃないと出せないです、味が。甜麺醤スーパーに必ず売ってるので甜麺醤買ってきてください。今回は以上の食材でやっていきます。はい、ということで、仕込んジャージャー麺を作る上で重要なポイントっていうのがありまして、やっぱり火を使うものなんでね、ジャージャー麺ね、結構ね切るのが大変だったり、火を使ったり、麺を煮たりっていろいろ工程があるんですけども、やっぱりその工程を乗り越えるためにやっぱりパワーが必要だと思うんですね。そして僕のパワーの源というのが何かっていうことから説明すると、やっぱりこれかなとね、思うんですよね。なので、今日はパワーを僕に注入してから、至高のジャージャー麺を作りたいと思います。このみなぎるパワーをグラスに注いでいきます。はい、闇のアイテム千年ハイボールを飲んでいきます。はい、あーうまい。はい、じゃあね、今日も楽しくやっていきましょうね。ちょっとね、この千年ハイボールは、ね、飲みすぎるとね闇リュウジが出てくるんでね。はい、はい、まずは材料を切っていきます。たけのこからじゃあやります。たけのこですね、こうやって、細くね切ってください。はい、でこの状態でこうね、粗みじんみたいにしていくんですね。これでね、たけのこの食感をプラスしたい。ジャージャー麺ってたけのこの食感非常に大切なんですね。たけのこを、こうやってね粗みじんにしてこんな感じですね。はい、これぐらいで結構です。はい、じゃあ、長ネギなんですけども、長ネギね、こんな感じで、こいつ椎茸ね、これ、ね、軸の部分を舐めてるんで、これね、粗く切ってくださいね。椎茸もね、粗みじん、タケノコと同じぐらいの、厚さに、大きさに切っていきます。これがね、椎茸入れるとまたね、香りが違うんですよね。で、ニンニクなんですけども、ニンニクはね、皮をね、取っておくだけで大丈夫です。はい、あとですりおろして使います。で、きゅうりなんですけども、薄く斜め切りにして、切ったきゅうりはこんな感じでまとめてもらって、こうやって、切っていくと簡単に千切りになりますので、きゅうりはね、食感すごいね重要なので、結構ね軽視されがちなんですけども、これね入れた方が美味しいです。で、材料切るのはこれで終わり。火つけます。で、油大さじ半分ぐらい、だから小さじ1半ですね。これが小さじ、もうちょいかな、はい、これぐらいで、温めて油回していきます。はい、で全体に行き渡ったら豚ひき肉、あ、ちょっとフライパンの温まりが甘かったですね肉は、はい、具をたっぷり食べたいんで、で塩します。あと胡椒、いや肉のいい匂いがするね。あ
これね、皆さんにね、お伝えしたいんですけども、このね、肉を焼いた時の香りで、香りをおつまみにすると、なんとね、ジャージャー麺ね、一つ作るだけでね、ベロベロになれるっていうね。これね、あの人生におけるライフハック。ライフハック。ちょっとね、焦げがついたかなぐらい大丈夫です。そしたらね、椎茸さん入れていきます。椎茸さん入ります。で、タケノコです。で、タケノコさん入ります。ネギ入れていきます。はい、ネギさん入ります。はい。で、全体的に炒めていきますね。炒めるのはね、中火ぐらいで大丈夫です。はい。でね、具はね、もうほんとたっぷり。だからね、一皿で栄養満点にしたいんでね。はい。これぐらい入れちゃって全然平気ですよ。そうしたらね、ここで、この天麺のジャンです。天麺のジャンを入れます。これね、大さじ2、まあ、よりちょっと少ないぐらいなんですけども、これね、ちょっとね、ちょっとこう、測った方がいいです。天麺ジャンはね、ちょっとね、粘度が高すぎて、はい、これで大さじ1ですね。はい。粘度がね、高すぎてね、ちょっとね、こう、なかなか、目分量がね、難しいんですよ。で、あと、これが2杯目分ですね。ちょっとね、大さじ2をちょっと少ないぐらいでも、ね、全然平気です。はい、これぐらい。甜麺醤入れたら、炒めていきます。このね、奥深い香りというのがね、甜麺醤じゃないとね、できないんですよね。これ甜麺醤ってね、僕もう今まで封印してたんですけども、甜麺醤ご家庭にないって思って、甜麺醤マジうまいんですよ、これ。肉を甜麺醤で炒めるだけでマジうまいですから、これ。あ、もう完璧。完璧です。で、甜麺醤を入れたら少し炒めて香ばしさを出します。で、この香ばしさで、飲める。あー、うまい。で、ここでね、ちょっと弱火にします。はい、そしたらね、スープとか、水気を加えていくんですね。水 80cc 入れます。ここからね、弱火にして大丈夫ですからね。あとね、お酒大さじ1です。ソーミシャンタン大体ね、小さじ半分ぐらい。はい、はい、醤油小さじ1。はい、醤油で、お砂糖が小さじ1です。はい、こんな感じでね。で、これね、調味料入れてる間にね、沸いてきますんでね。そしたら、これね、おろしにんにく、おろしにんにくをおろしました。はい、1個分です。こいつをトントンして、おろしにんにくで炒める方も多いんですけども、今回はね、生のこう炒めないにんにくの香りっていうのも出したいので、まあ、ただ少しね、ちょっと煮てください。ちょっと煮るとにんにくの香りが和らぎますんでね。ここで、今ちょっともうプクプク沸いてきましたね。で、にんにくにも少し火が入りました。で、この状態でですね、あれをあれしていきます。で、ちょっとね、片栗粉、小さじね、1半くらい。で、これ倍量の水で溶きます。ちょっと甜麺醤がついたんで少し濁ってるんですけども、よーく溶いて、で、ここに入れていきます。で、入れたらすかさずこう回してください、ね、そうするとですね、いいとろみがついてきます。はい、こんな硬さの餡になります。はい、餡ができたら、ブラックペッパー、これで、少し香りをつけていきます。もう火止めちゃっていいです。最後にですね、ラー油、辛いのが苦手な方は、半量ごま油にしていただいてもいいです。ラー油、小さじ2入れます。はい、で、ざっと混ぜて、これで餡は完成です。はい、麺をこれね、麺 130g ですけども、これね、もっと大盛りにしても構いません。あんが結構いっぱいあるのでね。で、沸騰した上に、生麺を入れていきます。はい、まあ、表示通り茹でていただければ大丈夫。じゃあ、こうジャーッと流しちゃいます。ね、少しね、サラダ油かけてください。少しです、小さじ1ぐらい。で、これによってですね、麺同士がくっつきにくくなります。まあ、麺をね、ここにバッと持ってきますね。はい、さっき作ったあんです。ちょっとね、温めておきました。で、これをここ、で、こうしたら、きゅうりをたっぷり麺の上にのせていきます。じゃあ、こちらで至高のシャージャー麺。
完成でございます。はい、それではですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。はい、これ飲んじゃった。これはね、俺ビールだと思う。やっぱ一番美味しいジャージャー麺にはやっぱり一番のビールね。じゃあ皆さん、今日もやっていきましょう。乾杯。はあ、これだわ。すべて整った。麺とね、このあんをよく絡めて食べてください。じゃあ、いただきます。これですよ、これ。ああ、これはね、ビールです。めちゃめちゃうまい。やっぱりね、このジャージャー麺のこのあんのね、歯応えが非常にいいですね。で、ひき肉もちゃんと残ってますので、食べた時に肉肉しいんですね。もうまさにね、中華のボロネーゼです、これね。で、このね、きゅうりの食感も非常に良いです。この食感があってこそのジャージャー麺。あ、うまっ。もうね、ずっとこれで。やっぱりね、甜麺醤、これの美味しさですよね。このね、香りはね、甜麺醤じゃないと出せない。あ、ほんと、もうね、もう飲める。ほんと飲める。うまい。もうほんとこれ大好き、俺。もう一番搾りが消えていく。手品のように消えていく。もうほんと至高の至高シリーズはほんと外れ。うまい。これね、ほんとに本格的な美味しいスパイシーな味がねしますので、ぜひ皆さん作ってみてください。その登録も別に登録とか別に言わなくていいと思う。もうね、もう別に見てくれればいいし。見てくれればいいから、もうとりあえずもうね、飲みたい。